結局リスさんは夢を買うことができませんでした。でもその代わり素敵な夢を見られることを知りましたとさ。はい、今日のお話はここまで。そろそろ寝なさい、スクルド。うん、おやすみ、ラタ。ちゃんと休むのよ。この頃、あまり元気がないように見えるから。そう？ちゃんと寝てるんだけど。そういうラタも、しっかり寝てね。博士から聞いたよ。最近のラタ、バイタルが安定してないって。それはきっと、トレーニングが増えちゃったせいね。でも大丈夫。一晩眠れば元気になるから。それじゃ、今度こそ、おやすみなさい。うん、また明日。私たちにとって、睡眠とは、休む行為ではなく、ポットに入り、アクセスキーの使用によって、消耗した心力を補充するための行為に過ぎない。どうしてそうしなきゃいけないのか、いつか、博士に聞いたことがある。そしたら、私たちは心力を生み出せる体じゃないから、定期的に、こうしなきゃいけないって言われた。でも、そうすれば何も心配はいらないとも言われた。だから明日もラタのお話が聞ける。リスさんはどうして夢を見るようになったのか、そのあたりが全然わからなかった。明日、ラタに聞いてみよう。でも、次の日、ラタが死んじゃった。博士がラタの腕を他の白衣の人たちに見せながら、すごく怒ってた。ですが、検査はちゃんとしましたし、パラメーターも間違いなくリセットしました。正直、どうしてこうなったのか見当もつきません。もしかすると、アクセスキーの影響とか、かもしれません。あの兵器は未だ完全には解明されてませんし、人造モディファイアとの相性に何らかの問題があった可能性も。言い訳は結構。もしプロジェクトタワーが外部に漏れたらどうなるのか、それが想像できないとは言わせないわよ。で、今回はどうやって抜け出したの？どうやらアクセスキーの発動により全ての監視カメラが停止したらしく、そのせいで脱走当時の記録も一切ありません。博士がラタの腕を強く机に叩きつけた。そのせいでラタの腕が砕けちゃった。もう二度とお話聞けないのかな。ねえスクルド、君、ラタと仲が良かったよね。うん、彼女はよくお話を聞かせてくれた。彼女が破棄されるのを見て、君は何も感じないのかい？あ、別に、そんなの博士から教わらなかったから。ウルツは何か感じた？君は特別だと思ってたんだけどね。ウルズはがっかりしたような顔を見せると、もう私と話したがらないような空気を出してた。そういえば彼と話したのはこれが初めてのような気がする。彼は普段自分の部屋にいるから、テストや検査の時以外は見かけることがなかったし。
その後、ラタは抜け出す前にウルズに会っていたことを知った。だから博士は彼をすごく調べてた。ウルズもラタのお話が聞けなくなるのが嫌だったのかな。次、0705、こちらに来なさい。これ以上の面倒事はごめんよ。0703の異常が伝染性を有しているのか徹底的に調べなさい。わかりました。ウサギさんはリスさんにこれまで見た夢のことを話しました。するとリスさんはウサギさんに憧れるようになり、どうして自分は夢を見られないのか不思議に思うようになりました。そこでリスさんはフクロウさんにこう尋ねました。フクロウさん、どうして私は夢を見られないの？フクロウさんは答えます。リスさん、私は夢を見ることができるが、あれはいいものじゃない。それよりも目の前の景色を見た方がずっといい。フクロウさんの答えに納得できなかったリスさんは他の動物さんにも尋ねることにしました。老いたヤギさんはこう答えます。昔、虹の中を走る夢を見たよ。それを聞いたリスさんはどうすれば自分も夢を見られるか尋ねようとしました。しかしヤギさんは永遠の眠りについていました。今度はキツネさんに聞きました。するとキツネさんはこう答えました。夢？そんなものはお金さえあれば買えるよ。しかしリスさんはお金を持っていないので諦めるしかありませんでした。ラタは博士のところから戻ってくるたびにいろんなことを忘れてた。だけどそれでもラタはラタだった。でも私は違う。ラタはいつ生まれたのか、なぜここにいるのか、それを全部覚えてたけど、私の場合はそういうのも忘れちゃう。ラタ、本当に帰ってこないんだね。お話聞きたかったな。ラタのお話は全部覚えてるけど、どれも私には理解できなかった。童話ってこんなに難しいものだったかな。博士のお話より難しく感じる。私の強さ、目に焼き付けなさい。そう、さっさと終わらせましょう。この礼はやるわよ、ノーキン。今なんつった？なんでもない。うわっ、くそよ。こんなブスからこうなるのよ。どうかしら。そう、輝け、しびれな。セーフしよう、さばく。実に愉快な時間だったわ。スクルド、今日はどんな夢を見たの？とても高いところにいる夢。そこには箱に入ってる変わった猫さんとたくさんの扉があって、私は博士のお使いをしてたの。うまくできた？ううん、ダメだった。そう、
きっと博士は予想外のことが起きてほしくないから夢の中でそんなことをさせてるのね。でも夢の中とはいえあなたは外に出られる。羨ましいわ。ラタは外に出たいの？博士は誰も外に出しちゃダメって言ってたけど。現実ではでしょ？だけど夢の中なら話は別。博士も咎めたりはしないわ。そうかな。ええ、あのね、スクルド、一つお願いがあるの。夢の中で構わないから、外がどうなってるのか見てきてくれないかしら。そしてあなたが見た景色やあなたが行った場所のことを私に教えてほしいの。通覚、バイタルともに正常。まだ続けなきゃいけないのか？いや、ここでやめてしまったら主任に何を言われるか分かったもんじゃないな。もう一度だ。0703の認知改ざん能力はかなり危険なものよ。もし放っておいたら私たちの手には負えなくなってしまう。でもそれ以上に危険なのは彼。念のため検査が終わったらリセットしておきましょう。わかった。はあ、また残業か。ん？お前、私の記憶を読み取ったな。そんなことを許した覚えは。あなたの能力はとても貴重なもの。だからこそ私が与えた課題を迅速にこなして、正解とあなたが見たものを全て報告してほしいのよ、0705。スクルドは私たちの中で一番自由に夢の中を動くことができる。だからこそあなたに見てほしいの、外の世界を。なるほど。だから博士の命令に逆らうことにはならないんだ。きっと私は外の世界をよく知らないから夢を見ることができないんだ。リスさんはそう思いました。ある日、リスさんはお父さんとお母さんが近くの洞窟について話していることに気づきました。その洞窟には何でも揃っているらしく、中には宝物もありました。お父さんとお母さんはそのことをリスさんに知られたくなかったようですが、反抗期だったリスさんは一匹でその洞窟へと向かいました。でもそんなことしたらお父さんとお母さんが怒るよね。そうね。けどリスさんはお家にいることが嫌だったの。だから宝物を見つけて遠くへ行きたかったのよ。リスさんはいじめられてたのかな？そういうのじゃないわ。きっと物足りないからそんな行動に出ちゃったんでしょうね。何が足りなかったの？それがわからないから見つけに行きたかったんだと思うわ。さて、リスさんは洞窟の中を歩いていますが、宝物らしきものは見当たりません。
それどころか洞窟は一本の道のようになっており、リスさんは出口にたどり着いてしまいました。するとどうでしょう、リスさんの目の前には見たこともない広い世界が広がっています。ああ、きっとこれが宝物なんだ。リスさんはそのことに気づくと、夢を求め森の奥へと走っていきましたとさ。おしまい。広い世界って何？ん？そのくらいの言葉ならもう習ったと思うけど。広いと世界はわかるよ。でも広い世界はわからない。そうね。なら山や海を見ればどういうものかわかるかも。山、海。ラタ、あなたもこうやって宝物を見つけたの？低いものもあれば高いものもある。でも太陽はどこにもない。これが私にとっての宝物なのかな。私の強さ、目に焼き付けなさい。さっさと終わらせましょう。この礼は戦闘で勝つ。逃げるし、そんなの許すわけないぞ。やるわよ、ノーキン。今なんつった？なんでもない。うわどうかしら。生と死を裁く。信仰をなくすからこうなるのよ。本当に弱い。一瞬で終わっちゃったじゃない。おや、お嬢ちゃん、ずいぶん変わった格好をしているね。こんにちは。君ならもっと可愛らしい服も似合うだろうに。どれ、おじさんがいいところに連れてってあげよう。いいところ？ああ、そうさ。そこには可愛らしい服がたくさんあるからね。きっとお嬢ちゃんが気に入るものも置いてるはずさ。ありがとう。それじゃあ連れてって。えい？どうしたの？ああ、いや、親切心から言っておくが、お嬢ちゃん、そんな簡単に人を信じてしまったらいつかひどい目に遭ってしまうよ。ひどい目？おじさんは悪い人なの？そう見えるかな？わからない。悪い人に会ったことがないから。でもおじさんがそうじゃないなら大丈夫。なかなか面白いことを言うお嬢ちゃんだね。おじさんは笑いながら悪いことはしないと言うと、人気のないところにあるお店に連れてってくれた。もっと申し訳ない。お客さんがね。そんな大層な呼び名よりファッションデザイナーと呼んでくれた方がしっくりくるわね。
どうせ泥棒なんて気やしないさ。金目になりそうなものが置いてる場所には見えないしね。さあお嬢ちゃん入っておくれ。にしても今日は二人も客が来てくれるとは、実にいい日だ。ここがいいところ？誤解だ。お嬢ちゃんもおかしなこと言わないでくれ。私はただこのおかしな格好をしているお嬢ちゃんに服を買わせたかっただけさ。だが冷静に考えてみれば、こんな格好の子がお金を持っているわけがなかったね。お金？それって通貨のこと？なら持ってない。まあさすがにそんな格好で街を歩かせるわけにもいかないし、これを着るといい。着方、これで合ってる？思った通り、実に素敵だ。ありがとう。どういたしまして。ところで、そちらのお客さんは決まったかい？申し訳ないが、冷やかしなら早く出てってくれ。それにしても、幼い頃の娘に似ているな、君は。娘？ああ、もう随分昔のことになるがね。その服は君にあげよう。代わりと言ってはなんだが、この店のことを宣伝してくれると助かるが。8時30分、検査の時間だ。でも今は外にいるわけだし、検査を受ける必要はないか。そうつぶやいた瞬間、お腹が鳴ったことに気づく。夢の中でもお腹ってすくんだ。そういえばいつも8時に朝ごはんを食べてたっけ。近くにパンがたくさん並んでるお店がある。払わずに買い物しようとした人。お財布は持ってないのに、こういうのは持ってるの？
広い世界を見るために来たの。山と海のことらしいの。つまりあなたについていけば海が見られるの？行く。海見てみたい。行こう。そこの民間人、止まれ。今すぐ0705から離れろ。質問は一切認めない。邪魔をするなら貴様も射殺する。しまった。ランプ、また会いに来るね。海はその時に連れてって。約束。夢、覚めちゃった。博士は外に出ちゃダメ、命令には絶対に従うことっていつも言ってた。夢の中なら博士は咎めない。ラタの言ってたこと、分かった気がする。ランプ、海に連れてって。前にそう約束した。失礼だが、お客さん、お金がないなら長居されても困るんだが。ランプ、早くしないと、あの人たちが。こうしてランプは私を海に連れてってくれた。だけど海を見ても広い世界のことは全くわからなかった。海は音がして、水はしょっぱい。足についた砂を洗い流してもちょっと歩けばまた砂だらけになる。そんな場所だった。人がたくさんいる。そこにいる人たちはただ海を眺めていたり、海に入って遊んでいたりと、誰もが幸せそうに見えた。その顔は向こうでは絶対に見られないものだった。だって白衣を着た人たちも博士も
一度も笑ったことなんてないから。うん、とっても綺麗で風も気持ちいい。でも広い世界についてはわからない。友達に言われたの。自分の代わりに広い世界を見てほしいって。そしていなくなっちゃった。たくさんの人に会う？でもどうすればたくさんの人に会えるのかわからない。うん、知ってる。さっきの言葉、それってつまりランプになら悩みを言ってもいいし、行きたい場所があれば一緒に行ってくれるってこと？わからない。でも笑いたくなって迷惑。教えられたことと全然違うこと言ってる。え、ランプ行っちゃうの？私通信機持ってない。そこの民間人止まれ。今すぐ070号から離れろ。質問は一切認めない。邪魔をするなら貴様も射殺する。見つかった。ごめんランプ、また会いに行くね。魂の匂いがするわね。ワクワクしてきたわ。さっさと終わらせましょう。ホームラン。はあ、もう壊れちゃった。そんなに潰されてる。やるわよ脳筋。今なんつった？なんでもない。うわ、はあ、せいこうよ。どうかしら。あがきなさい。愉快な時間だったわ。ナタ、やっぱりあなたが言ってたことはよくわからない。でもね、どうしてリスさんが夢を見たがっていたのか、そこはなんとなくだけど、わかった気がするんだ。リスさんはきっと、同じことをする毎日が嫌だったんじゃないかな。私も、
多分そうだったんだと思う。だから外を見て初めて未来が楽しみになった。自分の未来を見てみたいって思えるようになった。初めてラタ以外に会いたいと思える人に出会えた。うん、綺麗だし楽しい。ランプは楽しい？ランプは普段忙しいの？記憶喪失。私もよく忘れちゃうから。そこはランプと似てるね。日記？でも私文字知らない。昔は覚えてたかもしれないけど。忘れそうなものを取ってるだけだよ。うん、だから忘れないように頑張る。夢から覚めたらカメラも写真も消えちゃう。でももし夢じゃない場所でランプに会ってカメラも手に入れられたら。ううん、ダメ。それだと博士の言いつけを破ることになる。あの人の言うことはちゃんと聞かないと。一度楽しい夢でも見よう。何度夢を見たっけ？ダメ、忘れちゃった。明日の訓練の内容も思い出せない。でもランプがカメラをくれて
今度一緒に出かけようと言ってくれたことは覚えてる。私もランプと一緒にお出かけしたい。だけどビーチに着くと必ず捕まっちゃって、その先を見ることができない。あ、それなら海に行かなければいいんだ。確かランプ遊園地に行くって言ってた。そこに行けば。スクルド。え、ウルズ休んでなかったの？君、さっき力を使ってたよね。どうしてわかるの？記憶の変化ってのは、近い距離なら能力を使わなくても感知できるものなんだよ。そうなんだ。ウルズ、最近変わったよね。前は自分から話しかけるなんてことはしなかったのに。僕なりに悟りを開いたからね。だから変わったように見えるのかもしれない。あ？話は変わるけど、ラタが死ぬ前、僕のところに来たんだ。そしてこう言われたよ。ここにいちゃダメ、外に出てあなたにしかできないことをしてって。でも博士は外に出ちゃダメって言ってたよ。言いつけは守らないと。言いつけというのは僕らの頭に植え付けられた認知に過ぎない。そして認知とは一種の記憶だ。それなら何とかすることができる。ラタからの贈り物を使えばね。話がよく見えない。別に理解しなくていい。これ以上君にかけるべき言葉はないから。それ以降彼と話すことはなかった。本音を言えば私だって外に出たい。ランプと海以外の場所に行ってみたい。だけど博士の言いつけは守らないと。言いつけ？私博士からなんて言われたんだっけ。魂の匂いがするわね。ワクワクしてきたわ。さっさと終わらせましょう。この礼は戦闘で返す。やるわよ、ノーキン。今なんつった？なんでもない。うわっ、そうよ。せっ実に愉快な時間だったわ。ランプ、どこにいるんだろう。
ありがとう。そんな感じ。そっちはダメ、見つかる。そういうのとは違うんだけど、そうだ、ねえ、あれに乗ろう。いいでしょ。ランプと約束を交わした後、二人でコーヒーカップに乗った。そして停止した時にはランプの顔は真っ青になってた。ランプはこういう乗り物が苦手みたい。それならどうして私は平気なんだろう。とにかく次からは気をつけよう。別のデジャブ、今度はランプと宝探しに行った。何も見つけられなかったランプのために、私はさらにデジャブを使って、リスのぬいぐるみが隠されている場所をランプに教えてあげた。ランプはすごく喜んでくれた。これからいいことがありそうだ、とも言っていたけれど、この先のことは教えない方が良さそうだね。別のデジャブ、今度はメリーゴーランドに乗った。研究所ではチャイム以外聞いたことがないせいか、天井から流れる音楽はとても素敵に感じた。なのにランプはどこか退屈そうに見えた。機会があればどんな乗り物が好きなのか聞いてみよう。別のデジャブ、今度はドロップタワーに乗った。私はこの乗り物があまり好きじゃなかった。なんだか穴に落ちてるような気分になるから。けどランプはこの乗り物が大好きみたいで、楽しそうに笑ってた。人間って落ちるのが好きなのかな。でもランプが喜んでるなら私は。あれ、どうしてランプの気持ちばかり考えてるんだろう。ねえナタ、ナタが言ってたこと今なら少しだけ分かった気がする。だけどそれ以上に分からないことが増えちゃった。それでも私、今楽しいよ。この夢はすごく楽しい。今度は観覧車に乗りたいな。お？私、今なんて言った？ラッタって誰？検査の時間だ。番号を呼ばれた者から部屋を出ろ。もう朝？夢の中の数時間は現実では一瞬のことに過ぎない。けれど何度も夢を見てしまうと現実の時間の流れが早く感じちゃう。昨日は何回夢を見たんだろう。次、0705、出てこい。はい。明るいうちに能力を使うとすぐにバレちゃう。だから
夜を待つしかない。早く夜にならないかな。ランプに会いたい。次0704。0704がスタッフを襲撃し逃走。セキュリティチームは直ちに追撃せよ。繰り返す。0704がスタッフを襲撃し逃走。セキュリティチームは直ちに追撃せよ。ウルズが逃げた。急げ。何としても奴が騒ぎを起こす前に確保する必要がある。プロジェクトタワーが外部に漏れたら我々は終わりだ。これ現実。今ならここを離れてランプに会うことができる。ここの人たちはみんなウルズを探してるし、誰も私のことなんて気にも留めないはず。魂の匂いがするわね。ワクワクしてきたわ。さっさと終わらせましょう。オーブラン。やるわよ、ノーキン。今なんつった？なんでもない。うわ、この霊は戦闘で返す。そう。見にくいものはこの世界にふさわしくないわ。死ね。そう。時間だったわ。こうして夢から覚めた少女はお友達を探すため旅に出ました。しかし少女の目に映る世界は現実、夢とは異なり未知でいっぱいです。夢の中で会ったお友達はどこにいるんだろう。どこに行けば会えるんだろう。あの人たちはいつ私を捕まえに来るんだろう。彼は何を企んでいるんだろう。さまざまな疑問が少女の頭に浮かび上がります。あなたは誰？そう、忘れちゃったのね。でも大丈夫。確かに私は消えてしまったけれど、あなたの中にちゃんといるから。今の私は、そうね、あなたを導く妖精さんとでも思ってちょうだい。それじゃあ、あなたが何をしたいのか教えて。ランプに会いたい。
あの人にはもうずっと前に会ったでしょ。ほら、これまでのことよく思い出して。すべてあなたの中に残ってるはずよ。あ、そうだ、私もうランプに会ってる。うん、その調子よ。だけど私たくさん迷惑をかけちゃった。ランプは大切な人たちを何度も失って、私はそれを何とかしようと頑張ったけど何もできなくて。そして最後はランプも。そうね、運命とは常に残酷なもの。たとえどんなに未来を見ることができても、迫り来る魔の手から逃れることはできない。でも結末を変えることはできる。だってあなたがこれまで目にした出来事はまだ現実にはなっていないでしょ。うん、確かにあなたが研究所を出たあたりまでは現実。されど何度も目にした悲劇は悪夢。それじゃあこの二つの接点はどこにあるのかしら。接点ってブックマークのこと？ええ、記憶を失っても接点は存在し続ける。それさえ見つけられればきっとあなたが望む未来に行くことができるわ。そのためにもよく思い出して、研究所を出た後何が起きたのか。研究所を出た後私はランプを探した。でもどこを見てもたくさんの人がいて、ランプがどこにいるのか全然わからなくて。ブティックにも行った、ビーチにも行った、遊園地にも行った。だけどどれだけ探してもどれだけ待っても夢のような出来事は起きなかった。起きなかったけど結局ランプには会えた。その時のあなたはどんな状態だった？ひどい怪我をしてた。襲われたから。誰に襲われたの？ウルズが私を。おや、スクルドじゃないか。まさかこんなに早く再会できるなんてね。どう？あれから考えは変わったかい？何を言ってるの？なるほど、答えは変わらないと。答え？今回は逃げられるとでも？あいにくこっちは心力が有り余っていてね。だからこんなことまでできちゃうんだ。いい加減僕の声に耳を傾けなよ。君にも玉座に座る権利があるんだからさ。一緒にこの世界を正し、導いてあげようじゃないか。
ぜそんなにめちゃくちゃになってるんだ。デジャブを使って一体何をした。見つけたぜ。てめえだろ、モディファイア狩りなんて洒落たもんしてるバカはよ。見つかったか。運が良かったね、スクルド。せいぜい今を楽しむといいよ。その状態じゃもう長くは持たないだろうし。長く持たない、それどういう意味？博士が言ってた死ぬってこと？よかった。こうして少女はやっとの思いで会いたい人に会えましたとさ。でもあそこは接点じゃない、そうでしょラタ。私のこと思い出したの？ううん、ただウルズが言ってたことをヒントにいろいろと考えて口にしてみた。そう、あなたは優しく私に語りかけてくれるし気も使ってくれてる。だから多分仲が良かったんだろうな。もしそうなら私はあなたのこときっとそう呼ぶだろうから。ごめんなさい、思い出せなくて。気にしないで、あなたの言う通り私たちはとても仲良しだったわ。そっか。あのねラタ、ウルズと再会するたびにね、今回は逃げられるとでもって言われるの。それって過去に襲われたことがあるからなんだよね。そのことを忘れてるのはひどい怪我をしたからなんだ。今思い出せたよ。一番最初にウルズと再会した時、私は確かにブックマークを置くことで彼の攻撃から逃れた。だけどその後またウルズに襲われて、ランプが助けに来てくれた。探してた接点はきっとここ。そしてランプたちを救えるとしたらその時しかない。でもそこまで戻ってしまったらあの人とは会っていないことになってしまうわ。うん、分かってる。本当にいいのね。全員を救えずともあなたが幸せになれる未来だってあるのよ。いいの、私はもう十分幸せだから。それにきっと私の記憶は全部なくなっちゃうだろうし。
悟はできてるようね。戻り方は覚えてる？うん。でもちょっとだけ自信ないかな。遠いところにあるブックマークまで戻るのは久しぶりだから。大丈夫よ、あれだけ練習したんだし。そうだ、不安なら紙飛行機をイメージしてみて。あれを飛ばすような感じで自分の意識を飛ばしたい方向にめがけて投げるの。うん、やってみる。あなたのチップに残された記憶データはほんのわずかだから、私は一緒に行けない。一人で平気？大丈夫、もう子供じゃないから。そうねえ、スクルド、本当にごめんなさい。ウルズをあんな風にしてしまって。私はただ希望を持って生きてほしいという意味で。うん、ちゃんと分かってるよ。それじゃあ行ってきます、ラタ。ええ、行ってらっしゃい、スクルド。今助けるから、ランプ。紙飛行機のように自分の意識を。ランプ、どこにいるの？あれ？研究所の人だ。あれ、スクルド、どうしてこんなところにいるんだい？ああ、分かった。君も自分の意思であそこから出たんだね。さすがラタのお気に入りだ。だとすれば、君も僕と共に歩む権利がある。協力してくれ、スクルド。君の力があれば、もはや怖いものなしだよ。今、何したの？ああ、これのこと？邪魔者を消しただけさ。博士も言ってただろ？僕たちは世界の救世主となるべくして生まれた存在だって。なら、こういうのは真っ先に消さないと。でも、あの人の目は節穴だった。だって僕たちのことを出来損ないと言ったんだよ。人間よりもはるかに優れた存在である僕たちをだ。そんな時ラタの話を聞いてね、僕は悟ったよ。
誰にも神を定義する資格なんてないって。だから僕なりのやり方で使命を果たすために研究所を出たんだ。何を言ってるのか全然わからないよ。君には難しかったか。簡単に言うと、僕が全てのモディファイアを率いるってことさ。そのためにも力を貸してほしいんだ。君、心力がほとんどない状態だろ。それなら他のモディファイアが持つアクセスキーから補充するといいよ。悲しいことに、僕たちの敵はビスベインだけじゃないからね。邪魔者を全て消すためにも万全の状態にしておかないと。私はそんなことしたくない。あそこから出たのはただ会いたい人がいるだけで。ん？そっか、そういうこと。君なら理解してくれると思ってたんだけどな。まあいいや、神を前にすれば本能的に従うだろうし。思い出した、確かここで最初のデジャブを発動したんだ。博士が僕たちを不要と判断した以上、いずれ廃棄されるのは目に見えてる。ラタがいい例だ。このままじゃ僕たちもあんな風になってしまう。だからこそ、ただ死を待つよりも神になってしまった方が賢明だと思うんだよね。自らの手で生きとし生けるもの全ての運命を定める。君はそちら側に立ちたいとは思わないのか？仮にそんな存在になれたとしても、ラタは生き返らない。何を言っても無駄か。それじゃあ嫌でも気が変わるようにしてあげるよ。そうだな、君には僕の助手を。いや、なんだこの記憶は。スクルド、君一体何をした？デジャブ。力を使って逃げるつもりか？逃げる？むしろその逆だよ。やめろ！やめろ！
初めて外に出た日だったね。お金がなくて困ってたランプ、懐かしいな。海で熱くて柔らかい砂浜を踏みしめたのは217回。飛んできたボールが頭に当たると、いつもランプは運が悪いなってはにかんでた。遊園地には確か109回一緒に行ったね。なのに一度も観覧車には乗れなかったな。ちょっと残念。ウルズが襲ってきた時、ランプは助けてくれたよね。私のことは覚えてなかったけど。でもランプは80回も私のわがままに付き合ってくれた。おかげでいっぱい一緒にお出かけできた。ランプとの大切な思い出、みんな写真に残したかったな。忘れっぽい私でも全部思い出せるようになんて。そんなわがまま許されないよね。私のせいでランプは何度もひどい目に遭ったんだから。嘘までついちゃったし、力を使った回数40回って言ったけど、本当は186回だったんだ。ランプとの思い出、今はまだ覚えてるけど、きっともうすぐ全部忘れちゃうんだよね。嫌だな、忘れたくないな、忘れたくないよ。僕こそが神、僕こそがモディファイアを滑る王だ。生きとし生けるものは全て僕に服従する定めにある。そう、救世主は僕だけでいいんだよ。魂の匂いがするわね。ワクワクしてきた。さっさと終わらせましょう。やるわよ、ノーキン。今なんつった？なんでもない。うわ、この霊は戦闘だ。生と死を裁く。そう。信仰をなくすからこうなるのよ。くらえ。実に愉快な時間だったわ。なあ、先に本部に戻らなくていいのか？まずはあの子たちの身の安全を確保してやらないと。すでに2人も襲われているのだから。それに
この件を片付けてから会った方が存分に喜べると思うんだがね。まあ言われてみれば確かに。んじゃとっとと片付けちまおうぜ。彼が例の襲撃者のようだな。おいおい、マジかよ。なんだ君たちは。あ、そうか、君たちモディファイアだろう。ってことは僕の配下だ。そう、僕こそがモディファイアを滑る王。そして君たちは僕の駒さ。さっきから何言ってんだお前、イカれてんのか。礼儀がなってないな。いいかよく聞け、僕の名はウルズ。この世界の唯一の救世主にして運命を支配する者、すなわち正真正銘の神さ。くまでもなかったな。オーディン、あいつ相当ぶっ飛んでるぞ。やれやれ、二度も無礼な口を聞くとは。どうやら君にはしつけが必要なようだね。へえ、面白い芸を持ってんじゃん。油断は禁物だ、トール。わかってるって。そんじゃ、久々にぶちかますとすっか。しゃあ、行くぞ、ミョルニル。後悔しても遅えぞ。ほらよっと、ほら。愚か者には死を。くらえ。認めなよ。イカズチをつかめるわけねえだろ。その過ちであること。ホームラン。てな、反撃の隙は与えねえ。あ、こいつがイカズチの神髄だ。この僕が押されているだと。くらえ。ほらよっと、くらえ。後悔しても遅えぞ。おいおいおい、こんなのに俺を呼んだのか。なんざ1億年早えんだよ。うわ、マジか。今のはエグすぎだろう。確実に仕留める必要があったんだ、やむを得まい。まあそりゃそうなんだけどよ。ただなんてか、わざわざ周藩から戻ってきたんだぜ。なのにこうもあっさり解決しちまったら、あっけねえっての。
そんな気しかしねえんだよな。おい、どこ行くんだ？ちょっと用事を思い出した。君は先に戻っててくれ。可愛い部下たちも帰りを心待ちにしていることだろうしね。ったく、あったよ、好きにしろ。日記？でも私、文字知らない。昔は覚えてたかもしれないけど。どの帽子にあるでしょう？真ん中。嘘だろ、これで4回連続だぞ。もう勘弁してくれ。どうして落ち込んでるの？正解が好きなんでしょ？これ、私の記憶。一緒に。私も幸せを求めていたものさ。だが運命はそれを許しちゃくれなかった。誰も傷つけるつもりはないの。私は
悪いな。それはできない相談だ。君の存在を隠すよう頼まれてしまったのでね。デジャブ。無駄だ。その力の原理を把握している。約束を破ったらどうなるのか君も理解しているだろう。私にも守るべきものがあるのでね。そのためなら何だってするさ。許しは怖ん。今、回収を終えたとの報告が入った。確かにうちから逃げ出した子たちだったわ。そうか。で、なぜここで落ち合う必要があるのかしら。場所なら他にいくらでもあったでしょう。急に遊園地が見たくなってね。それだけさ。そう。とにかく感謝するわ。正直こんなに早く解決してくれるとは思ってもみなかったから。恥を忍び頭を下げるだけの価値があったというものね。それにしても驚いたわ。まさか0705まで逃げていたなんて。そっちの捜索までしてくれたあなたのサービスにも驚いてるけど、さぞ大変だったでしょ。何せ彼女の能力は0704よりも厄介だったし。デジャブはさほど大した能力じゃない。むしろ欠陥だらけと言ってもいいくらいさ。一度発動してしまうと、夢の中で過ごした時間の分だけ現実の記憶が上書きされてしまう。しかも同じ能力を持つ者と向こうで遭遇してしまえば、その時点で見破られてしまう恐れもある。まあ自分が夢の中にいるという自覚さえ持ってしまえば、いくらでも抜け出す術はあるのだがね。念のため教えておくが、あれは未来を見る力なんかじゃ決してない。行動シミュレーションのようなものさ。故に相手に探られたくないのであれば、こちらの情報を一切渡さないことだ。そこまで知ってるってことは、
あなた、まさか自分を。ひとまず今回の件は仮として認識しておくわ。今後も仲良く。これは何の魔かしら。一つ忠告しておく。我々が協力関係にあるなどと思っているのなら、その認識は改めろ。貴様が生きていられるのは私にとって有益な研究をしているからに過ぎ、それゆえある程度の悪趣味には目をつむっていた。とはいえ物事には限度というものがある。それがわからないほど愚かじゃないだろう。それ本気で言ってる。試してみるか。確かに私たちの利害は一致している。分かった、今後は気をつけると約束しましょう。だけど本当にいいのね、彼女の言葉。今のはほんのジョークさ、真に受けるな。助かった。面倒な存在ね、モディファイアってのは。診断書を作成中。よし、アドミーさん、診断書が出来上がりました。特に異常は見当たりません。ところで、なぜ急に受診を希望されたのですか。前回からさほど時間は空いていませんが、ひょっとしてどこか具合でも。夢ですか。そういえば人間は疲れると夢を見るってデータベースに書いてました。きっと長期休暇ではしゃぎすぎたのが原因ですよ。おいしいものをたくさん食べたり、新しくできた遊園地に行ったり、はあ、すっごく羨ましいです。一応言っておきますけど、僕はちゃんとやりましたからね。ずいぶん賑やかじゃないか。オーディンで構わない。
昨晩もそう言ったろ。ところで私が不在の間いろんなことが起きたそうじゃないか。よく頑張ってくれたね。いや残念だが暴走したモディファイアであるとしか私も聞かされていない。あまりに危険だったのでね、捕まえた後すぐコルグに渡してしまったんだ。まあ進展があれば共有してくれるはずさ。何か気になることでも？だね。もしかすると女神が我々を守ってくれたのかもしれないな。ん？何か言ったか？でさ、あの時のアドミンさん相当クロッキーになってたよね。コーヒーカップはもう嫌だって言ったりして。あれ、そうでしたっけ。確か椅子に座ってた気がしますけど、もしかして忘れちゃったの？けど残念だったよね。あと一つでアトラクション制覇できたのに。仕方ないですよ。あそこのジェットコースターは大人気でしたし、次回は一番最初に。って、あれ、アドミンさん、なんだか顔色が悪いけど大丈夫？遊園地行かなきゃ。知りたい？ここは世界から隔絶された領域。二人っきりで話がしたいからこうして招かせてもらったわ。ええ、相手が何を考えているのか、どんな存在なのか、この目をもってすれば全てお見通し。さて、きっと私のことが気になって仕方がないと思うのだけど、そのあたりは頑張って思い出してくれると嬉しいわ。それにしても本当に久しぶりね。せっかくまた出会えたんだもの。この時を祝して
あなたに素敵な問いかけを差し上げるわ。その女の子、助けたい。もちろん、あの子のこともこの目でしっかり見てるもの。いいえ、それは無理ね。この世界で実際に起きたことじゃないから。だけどあの子自身のことなら少しは教えられる。彼女はね、私たちと同じこの世界に存在しないはずのものよ。でもパンドラの箱に触れてしまったせいで、どんどん過去を使ってしまい、最後は未来しかない存在と化してしまった。ええ、そしてあの子の未来はすべてあなたへとつながってしまっている。周藩の件で進展があったと聞きましたが。まあね、特に急を要するようなものでもないが、隠蔽工作と思われる痕跡が見つかったんだ。完璧であればあるほど不審に思われることになぜ気づかないのか。こういうのを向こうでは何と言ったかな。確かこの地に300両なしだったか。ともかくあれについてはずっと追ってきたこともあってか、今じゃ愛着すら湧いててね。最後まで付き合うつもりでいるくらいさ。そうですか。こちらのことは私に任せてください。助かるよ。もし君がいなかったら今頃ここは書類のダムと化していただろうね。ご冗談を。それで出立はいつですか。もし時間があるのなら新人たちに会わせたいのですが。もちろん大歓迎さ。数日後に立つつもりだからね。それまではリーダーとして。オーディン、何が起きている。デジャブ。いや違う。存在しないはずのデータが散り失せる前にあなたというビーコンを追ってやってきた。これは非常に珍しいことなの。なぜそんなことが起きてしまったのか、それはあなたというデータに秘密がある。かいつまんで言えば、不純物を回収するというこの世界の機能があなたという存在のせいで正常に働かなくなったってことね。とはいえ心配することはないわ。吸い寄せられたデータはタンポポの綿毛のように勝手にどこかへと飛び去ってしまうから。あなたにも、そして世界にも影響を与えることなくね。何が？もちろん。でもね、あの子の死を望む人があまりに多すぎる。だから一
一筋縄ではいかないと事前に言っておくわ。正直全てを敵に回す覚悟がない限りこの選択はおすすめできないわね。私の力をもってしても一度しかチャンスが作れないほどだし、あの子のこと思い出したの？それでも彼女を助けたいと。そう、そこは昔のままなのね。少しだけ焼けてしまうわ。では本題に入りましょう。まずはじめに、彼女はすでに死んでるし、遺体は2日前に処理された。だけど生も死もそして時間さえもあくまで世界が定めたルールに過ぎない。つまり私たちがそれに従ってあげる必要はないってことよ。そう、今のあなたは私を使って自由に世界を操れるの。嫌な法則はなかったことにできるし、根本からねじ曲げることだってできる。時間を逆転させるなんてこともしていいのよ。まさか時間そのものを改変しているのか。こんなことができるのは。オーディン、何か見えたのですか？やった、やった。一体どれほどの歳月が流れたかしら。やった、やった、見つけたぞ。研究センターから逃げ出した実験体がもう一人いるわ。0705よ。そっちも必ず今夜のうちに確保なさい。はっ！あ？ち、急に振り出してきやがった。なあオーディン、こんな天気でも行くつもりかよ。ああ、君は先に戻っててくれ。行かなきゃ。そうだ、約束した。観覧車に乗るって約束した。
誰？もしかしてあなたが約束した人？信じる。あなたのこと知らない。でも信じる。回収する際は細心の注意を払え。すでに死んでいるとはいえ貴重なサンプルだからな。それと夜明けまで一切証拠が残らぬよう処理しておけ。これで一安心ね。にしてもさすがにあれはやりすぎじゃないかしら。いや、やったのは私じゃない。え？私が現場に着いた時にはすでにあの状態だった。失礼します。照合結果が出ました。遺体は0705で間違いありません。ですが、その…続けなさい。は、はい。0705の精神チップが見つかりませんでした。極めて小さいものですし、殺害された際に粉砕したという可能性もあると思いますが。そう、分かったわ。私のところでもそちらのところでもないとすれば、あとは0704かビスベインくらいしかいないと思うのだけど。やんだか。隠し事をするにはうってつけの雨だったな。